ヒューゴボスはドイツのファッションデザイナー及び紳士服の高級ファッションブランドである。1923年にフーゴフェルティナントボスがドイツのメッツィンゲンに設立。設立当初はレインコートやオーバーオールといった作業着ブランドであった。1932年の第三四半期までにナチス親衛隊メンバーの真っ黒な制服がデザインされたがヒューゴボス社は これらの制服を生産、供給した会社の一つであった。1933年より、ヒトラー政権下の警察と郵便局の制服の生産を開始する。1938年までに、同社は、ドイツ国防軍の制服と、後に武装新兵隊の制服の生産に注力した。戦争が終わり、不況が続くが1953年に発表した。 男性用のスーツが人気を呼び、スーツのブランドとして定着していった。1980年代に入ると、香水や靴、ボディウェアなどの製品にも着手。1996年には、レディースウェアも発表する。現在は、イタリアのバレンティーノグループの参加にある。1992年に発売された、サントリーのコーヒー、ボスが、ノベルティグッズの一つである、ボスジャンに、 そっくりのロゴを使用したため、争いとなり、商標権侵害を理由に同社がサントリーを訴えたこともあるが、その後、サントリー側がロゴの使用時に条件を付けることを了承したため、和解した。モータースポーツとの係り割りが深いことでも有名で、1982年から F1 のマクラーレンチームのスポンサーとして、ドライバーやチームスタッフ用のスーツユニフォームなどを、 供給し続けていた。なお、マクラーレンとの契約は2014年で終了し、2015年からは新たにメルセデスとパートナーシップを組んだが、2017年限りで F1 からは撤退し、フォーミューラインの2017から2018シーズンよりオフィシャルアパレルパートナーとなる方針を発表した。1980年代後半のバブル景気時には、 日本のマルショー・コさんが同社を買収したが、マルショー・コさんの経営難に伴い、イタリアのマルゾット家に売却している。マルゾット家は2007年に、ヒューゴボスの株式およそ51%を、所有していたバレンティーノ・ペルミラ・アドバイザーズ参加の、レッドブラック・ラックスに売却したが、同社は2015年にヒューゴボスの株式を市場で売却した。ありがとうございます。